米朝首脳会談を来週に控えたベトナムハノイでは、着々と準備が進められている。19日、ハノイ市内にある迎賓館付近の沿道には、階段エンブレムと共に米朝の国旗が飾られた。手と手を取り合うエンブレムは、首脳会談を象徴している。また、交通量の多い道には、 プリハイフン USA 派のイサミエベトナムと描かれた壁画広告が設置された。